今回は中国のローカルフードビャンビャン麺の作り方を紹介します。ビャンビャン麺は包丁を使わずに手で伸ばした幅広の麺で、別名ベルト麺とも呼ばれています。漢字で書くとこんな字でビャンビャンとなります。驚きの57画で中国でも一番の画数だとか。汁なし麺で茹でた麺に調味料をあえてから具材と薬味をたくさん乗せたところに熱々の油をかけた料理です。幅広なのにツルツルとした麺で、薬味もたっぷりで香りがよく食欲が進むので、これからの暑い季節におすすめですよ。それでは作っていきましょう。まずは麺になる生地を作ります。中力粉 300g に塩を1つまみ入れます。そこに水を 140cc 入れて混ぜ合わせます。水は一度に入れずに少しずつ入れていきます。中力粉がなければ強力粉と薄力粉を半々で作っても大丈夫です。水を全部入れたらしっかりとこねていきます。だいたい7、8分を目安にこねていきます。しっかりとこねたらラップをして1時間以上寝かせます。その間に薬味を切ります。長ネギをみじん切りにします。生姜をみじん切りにします。ニンニクをみじん切りにします。チャンツァイ、パクチーをみじん切りにします。シソをみじん切りにします。唐辛子をみじん切りにします。辛いのが苦手な方は入れなくて OK です。逆に辛いのが好きな方は多めに入れてもいいです。さらにファージャオを入れるとしびれる辛さになります。薬味はお好みで選んで入れてください。最低でもネギと生姜だけは入れましょう。ピーナッツも砕いて入れます。ナッツ類を入れると食感が良くなり美味しくなります。あと炒りごまを用意しました。野菜は茹でたキャベツと絹さやを用意しました。他の野菜ならもやしやチンゲン菜がおすすめです。1時間経ったら生地をもう一度こねておきます。
軽くこねたら30分以上寝かします。乾かないようにラップをします。次に具材となる肉味噌を作ります。鍋に大さじ1の油を入れ、ひき肉を炒めます。ひき肉をお玉の裏で潰しながら広げ炒めます。ひき肉を炒めていると中から油が染み出てきます。その油が透き通った透明の油になるまで炒めます。このように溢れ出てきます。ここまでひき肉を炒めると臭みがなく、溶け出した油が調味料と合わさり美味しくなります。完全に火が通り、こんがりとした色になったら豆板醤を小さじ1入れて炒めます。生姜とニンニクを小さじ1入れます。紹興酒または酒を小さじ1と醤油を大さじ2分の1を入れます。あれば甜麺醤小さじ1を入れます。なければ入れなくても大丈夫です。鶏ガラスープまたは水を 50cc 入れます。砂糖を少量入れます。甜麺醤を入れなかった場合は少し多めに入れてもいいでしょう。水溶き片栗粉を小さじ1入れてとろみをつけます。最後に香り付けのごま油を入れます。これで肉味噌ができました。次は生地を細長く伸ばしていきます。真ん中からカットして8等分にします。手のひらで潰し丸くします。それを細長く伸ばします。真ん中に菜箸などで線を入れておきます。残りの生地も同じような形にしておきます。8個の生地を全部伸ばしたら、表面に油を塗ります。サラダ油をボウルに入れ、生地の両面に塗ります。
表面につきすぎた油を他の生地に移します。生地に油が濡れたらラップをして冷蔵庫で2時間以上寝かせます。丼に調味料を入れます。砂糖小さじ1と黒酢小さじ1/2、醤油大さじ1、塩を少量入れよく混ぜておきます。酢は中国黒酢は基本ですが、なければリンゴ酢や米酢でも大丈夫です。今回は黒酢がなかったのでアップルサイダービネガーを使いました。2時間したら生地を出して麺にしていきます。今回はちょっと時間がなかったので1時間にしました。寝かせる時間が短いと生地を伸ばすのが少し難しくなります。生地を綿棒で伸ばし、両端を親指で持ち台に打ち付けながら伸ばします。ある程度伸びたら真ん中の線から裂いていきます。それをまた台に打ち付けながら伸ばしていきます。この台にビャンビャンと叩くことからビャンビャン麺と呼ばれるようになったみたいです。ちょっと寝かせる時間が短かったので伸ばしにくいです。油をつけてからしっかりと2時間以上寝かせると伸ばしやすいです。あとは同じようにビャンビャンと打ちつけて伸ばしていきます。麺の幅が広いのが良かったら裂かずにそのままの幅で伸ばしてもいいです。長さも幅もお好みで決めて大丈夫です。基本はベルト麺と呼ばれているのでベルトの幅をイメージして作るといいです。ある程度伸びたら台で叩かないで中で浮かせて伸ばすとやりやすいです。麺ができたら茹でていきます。沸騰したお湯に入れ1分で茹だります。麺がくっつかないように箸で軽く混ぜておきます。茹でるとベルト麺と呼ばれるのが分かる姿になっています。しっかりと湯切りをして調味料を入れた丼に入れます。茹でた麺と調味料を和えます。薬味と具材を麺の上に乗せます。分量はお好みでいいです。
ニンニクをたっぷり入れると美味しくなりますが、匂いが気になるなら入れなくても大丈夫です。唐辛子も辛いのが苦手な方は入れないでください。ごまは入れた方が断然美味しくなります。茹でた野菜をのせます。絹さやは食べやすいように半分にカットしました。その隣に肉に味噌をのせます。そうしたら大さじ2の油を加熱して煙が出るくらいまで高温に温め、薬味にかけます。この熱々の油をかけることを用法と言い、薬味の香りを引き出す調理法です。一瞬で熱を加えることで香りだけでなく旨味もアップします。これでビャンビャン麺の出来上がりです。しっかりと和えてからお召し上がりください。このベルトのような麺が食べ応えがあるのに、ツルツルともちもちしていて美味しいのです。そこに絡まってくる薬味と具材が合わさり、食欲を増進させてくれます。今回はビャンビャン麺の作り方を紹介しました。麺作りが大変でしたら、きしめんなどで代用するのもいいと思います。やる気がある方は麺作りからチャレンジしてみてはいかがでしょうか。意外に簡単にできると思いますよ。詳しいレシピはブログにも書いていますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。